大相撲平成29年7月場所は、平成29年の7月9日から7月23日にかけて開催された大相撲の本場所。工業場所は愛知県体育館。横綱、木瀬の里はやはり春場所で追った左上腕の負傷が、言えない影響なのか、初日から苦戦する相撲が続いた。そして5日目で2勝3敗となったところで休場した。 各竜も左足首の調子が良くないなりにも初日、二日目と良い相撲で連勝したが、三日目北斗富士に乾杯した、相撲で右足首を痛めて、翌四日目から休場した。春間富士も初日に吉風、二日目に、将大にそれぞれ破れて連敗スタート。途中休場も危惧されたが、その後は満身創痍の中でも盛り返して一時、優勝争いにも顔を出した。 最終的には11勝4敗で場所を終えた。大関、豪栄堂は、初日に、土地のに、二日目に、吉風にそれぞれ敗れて連敗スタート。その後も、白星と黒星が5分になる程度の経過で場所を過ごし、先週楽に、大関、高安に敗れて負け越し決定。秋場所は、角番となった。新大関の高安は中日を終えて7勝1敗と、好調だったが、 後半戦に入るや、稲や十一日目から四連敗を喫するなど、失速してしまい、九勝六敗に終わった。十日目を終えて、全勝は、横綱、白鵬、一敗で、平幕の青山、二敗で新大関の高安と、平幕の大野章と宝富士という展開であった。翌十一日目は、優勝争いに大きな動きがあった。まず大野章宝富士の、 青森県北津軽郡中泊町出身の同郷での二敗対決は後輩の大野将が引き落としで制した。一敗の青い山は物言いのつく微妙な相撲であったが、西木に上手投げで破れ二敗に。この時点で白鵬を追う一敗力士はいなくなった。そして高安も相口が悪い玉鷲に乾杯して三敗に交代。この時点で 白鵬の独創ムードが高まる状況であった。白鵬は連日大声援を受けている三竹海と顔を合わせた上にかようと並ぶ通算1047章がかかる取り組みだとあって館内は盛り上がりを見せていた。そして注目の取り組みは白鵬が三竹海の周年の前に寄り切りで乾杯し初黒星。1047章は翌日以降に持ち越しとなった。 白鵬の独走体制が崩されたとあって、館内は座布団が乱舞した。結果、11日目を終えて一敗で、白鵬二敗で、大野章と壁山という展開に変わった。翌12日目はまず登場した青い山は宝富士を突き落としで攻略して二敗を守った。その後に登場した二敗の大野章は、攻め込んでいたものの、土俵際で、 千代大流の叩き込みに赤敗して三杯に交代した。一敗白鵬は玉鷲を激しい張り手を交えた荒々しい相撲を取り、寄り切りで制した。海王と並ぶ戦47勝目を挙げるとともに、一敗、守って単独戦闘を維持した。結果、十二日目を終えて一敗で、白鵬二敗で壁山という展開に変わり、白鵬と青い山の一気打ちの様相が強くなった。 まず登場した2敗の青山は、輝き戦を迎えた。この相撲は、物言いがつく微妙な相撲であったが、競技の結果は、青山の勝ちという結果となり11勝目を挙げて2敗を、守った。1敗の白鵬は、新大関の高安戦を迎えたが、押っつけからの押し倒しで高安を制し1敗を守った。同時に、歴代単独1位となる、通算1048勝目も挙げた。 結果、13日目を終えて1敗、白鵬、2敗平山と展開は変わらず。翌14日目は青山が敗れて白鵬が勝てば、千秋楽を待たずに、白鵬の優勝が決まるという可能性があった。まず登場した2敗の青山は、ベテランの竹風との取り組みを迎えたが、一気の押し出しで完封し2敗を守った。結果、優勝決定は千秋楽へ伸びることとなった。 そして結び前に登場した一敗の白鵬は、勝ち上げからの叩き込みで、豪栄度を圧倒。一敗で単独戦闘をキープし、明日の千秋楽を迎えることとなった。この日も、白鵬、壁山共に勝利したため、展開に変化はなかった。そして千秋楽を迎えた。まず登場した二敗壁山は、校長吉風を全く寄せ付けず十三勝目。 二敗を守り先週楽結びの一番まで興味を繋いだ。そして注目の先週楽結びの一番。白鵬は春馬富士戦を迎え、白鵬勝てば白鵬の優勝決定、春馬富士勝てば白鵬青山の優勝決定戦となるという状況あった。そして一分を超える大相撲の末、白鵬が寄り倒しで完封し14勝1敗。 二場所連続三十九回目の優勝を手中に収めた。三勝は、主君賞が優勝した白鵬を唯一破った、三竹海が二場所連続二回目の受賞。最後まで、優勝争いに絡んだ青山が、平成二十三年十一月場所以来約七年ぶりの受賞となった。また、千秋楽に勝てばという条件で、上位で奮闘した北斗富士と、優勝争いに絡んだ大野賞は、 関東省を、校長を堅持した吉風が、技能省の受賞の可能性があったが、いずれも破れてしまい、受賞はならなかった。また優勝すれば、青山にも、主勲賞の可能性があったが、こちらも受賞はならなかった。ありがとうございます。